こんにちは今日はえ苦しみの話え苦しい話って聞きたくないと思うんですけど苦しさがねどう抜けていくのかというのを話しましょう見えるところでえ分かるところで抜けていくお話をちょっとね短めにしますまず記事読んでいきますさて今の時期にお金に困り日々生きるのも精一杯という方はいますか ハルナの記事を読む人にこのような環境の方は少ないと思います。今の時期は気づきにより、明日は今とは違う環境にシフトするからです。ただ、あなたの周りにはまだ苦しみ困る方は多いと思います。この周りに多いけれども自分は脱してきたという環境であれば確実に昼の時代のエネルギーに乗っています。 周りは苦しいというのはまだあなたの中に苦しさがあるので周りの人を通して見ているという意味です。あなたの中に苦しみが減るごとに周りも苦しさから解放されていきます。これが良いとか悪いとかという問題ではなく今は自分の柱を立てる時なので気づき環境の変化学び気づきを繰り返します。 もう1年も終わり来年に向かって次のステップがバラバラにやってきます目の前の問題を先に片付けて次のステップに進みましょうまとめ環境の中に苦しみが見える時はまだあなたの中に抱える苦しさがある時期苦しみを手放すごとに環境も変わっていく、はい、今回この記事なんですがまずやはりね1年の最後 苦しみも一緒に大掃除しましょうというのが私のこの記事に込めた願いです。あなたがまだ抱えている苦しみ、隅の方にまだまだあると思うんですよ。まだねあ、随分楽にはなってきた、でもまだあるよねっていうね、まだ苦しさあるよねの、苦しさあるよねの部分をね、今回はちょっと減らしていこうよっていうお話です。で、これ、 自分の中の苦しさってね、なかなか見えづらいんですね。当たり前だから、この間友達が言ってたんですよ。いつも当たり前だと感じていることだから、SOS を出すことさえも気づかないっていうんですよね。はい、これがそうなんですよ、えー。その時代の習慣なんですね。で、じゃあ自分が苦しいということをどうやって気づかるのかっていうと、周りを見て気づいてください。 っと、ね、目に留まったものが苦しんでいたらやっぱ自分のは何かで苦しんでるんですよね。えこれは誰かと話をした時に相手がね私は苦しんだっていうことでも大丈夫ってことを、あのー、振ってきたりしたらあ私は何か苦しみを抱えてるけど自分の中で大丈夫大丈夫って言って、えー、抑え込んでるのかもしれないって気づいてください。でこれ、 まずね、抑え込んでるかもしれないって気づくだけで、環境変わってきます。認識かって言うんですけど、えっと、意識をする、認識をすることによって、見えなかったものが見えるようになるんですよ。これ、あの,あの話知りませんか,か海外の方がね、えっと、虫の声聞こえさス鈴メじゃないや、や蝉の鳴き声が聞こえないっていうんですね。で、ある教授が、あのアメリカだったかな。 で会議してる時にすごく虫が鳴いてるから自然見し,しぐあのセミだれ、えー、セミなんだっけな <laughs> セミが鳴いてますねって言ったらえ何のことですかって他の方に言われて外,外国の方はあのセミを聞き取る力,力,力がないっていうよりもその日本人とちょっとね思考が違うのでセミの声を聞,聞く力を育ててないんですよね。 だからあなたもその苦しみに慣れすぎてしまってね何十年も苦しみを苦しみとして感じない当たり前なんだなんかもなつまんないなって思ってもこれが当たり前なんだって思ってる気合があるんですだから何かに気づくことによって苦しみが離れていく気づきによって離れていくそれこそは私って赤が好きだな赤を黄色だった赤が好きだなとかね えー、意外と黄色好きなんだなとかね気づくだけでも変わりますよ不思議なものってことでね、えー、自分というものを色や形物や、えー、食べ物こういったもので表していくことで あなた自身がよりはっきりとした人間になっていきます。今まではみんなと一緒じゃなきゃいけなかった。その時代は全員が同じ方向を見て、同じ色を選んで、同じことをしなきゃいけなかった。<laughs> でも今は違います。自分だけの色、形、すべて自分だけが好きだという何かを柱にしてください。自分という、ね、柱を作っていく時期です。え今日は、 苦しみで長く語るとまたトラブル起こるんでここらでやめておきます。年末に向けて皆さん自分の中にある苦しみをもう一回見つめ直してね周りの人を見るとねあこんな苦しみがあるのかもしれないってのが見えてきますで。それを手放していきましょう。今日はここまで。またねー